オリンパスオリンパスペン f ペン f t ペン F はオリンパスが1963年に発売した世界初のハーフハンレンズ交換式一眼レフカメラである本項目ではその後シリーズ化された後継機種についても記述する1961年頃からハーフサイズカメラのオリンパスペンの成功を受けてオリンパス社内ではかつて例のないハーフ版の1 ガンレフができないかという期待が高まってきた。その少し前から構想を練っていたペンシリーズの設計者、ヨネタニミクはハーフ版の画面が縦長になることからフランジバックを短くできるように通常は上に跳ね上げるミラーを横に開閉する形式の設計を考え、それに合わせてペンタプリズムを使わずポロプリズムで画像を導くファインダーを導入する着想を得た。 チタンを利用したロータリー式のフォーカルプレーンシャッターを開発するなどして、ペン F は1963年5月に発売にこぎつけた。このシャッターは最高速度1、500秒まで画面が全開して録音するため、通常 FPQ、フラッシュバルブを用いなければならないような日中の撮影でも全シャッター速度でエレクトロニックフラッシュが同調するという特徴がある。また、 ファインダー倍率を高めるために、接眼用のルーペレンズを目から離す必要が生じるため、ファインダー像が全部で4回反射するうちの第3反射面をミラーとして、第4反射面の間にルーペを置くという設計を行った。p ン f t では、この第3反射面をハーフミラーとして、その背後に TTL 露出計を置くこととした。これらの機能的な必然性によって、 通常の一眼レフカメラなら、上部に配置される、ペンタプリズムの突出がなく、しかもレンズがカメラ中央から右手側にオフセットしたユニークなデザインが実現されるに至った。ペン F レンズは専用マウント。出典ありがとうございます。